マレフィセント!マレフィセント!本当に倒されちまったのか?城も聞いてた場所と違うし、やけに質素だわ。俺たちの計画はどうなっちまうんだよ。ホローバスティオンだ。なんだか様子が変わったね。ヒーローたち、どうしてるあや。バトルの準備をしといた方がいいみたい。俺がやる。この町を守る装置だよ。ユーフィー、危ない。久しぶり。相変わらずやるね。当たり前だろ。ユフィ、元気そうだな。当たり前だよ。ユーたちも?もちろん。なあユフィ、王様とリクには会った?ううん。ソラたちとまた会えるような気がしてたんだ。もし会えなくなったとしても、何もかも忘れるわけじゃないさ。それ、レオンの真似?レオンたちは、マーリン様の家にいるよ。行こう。ホローバスティオン再建委員会へようこそ。久しぶり。おう、元気そうじゃねえか。やはりな。何が?つい最近、ここのみんなが同時にソラたちのことを思い出したんだ。思い出したってことは、俺たち忘れられてた?ひどい!ずっと何してたの?寝てたみたい。のんきな奴らだぜ。とにかく、よかった。また会えてね。あのさ、王様とリクを探してるんだけど、知らない?そうか。でも力になれそうなことがあったら言って。うん、ありがとう。その代わりと言っちゃなんだが、この町は少々、いや大きな問題を抱えている。ああ、ノーバディとかハートレスだろ。それそれ。じゃあ俺たちの出番だ。それなら話が早い。ソラ、ドナルド、グフィ、俺たちに力を貸してほしい。断ると思う?そういう奴らだったな。それはどういう意味?褒めてるの、レオンなりにね。見せたいものがある。城壁広場へ来てくれ。おお、
やはりお前たちか。マズ様、ソラたち、力を貸してくれるって。よろしく頼むぞ、みんな。はい。そうだ、あれは渡したのかな。あ、これ、プレゼント。レオンがね、きっと喜ぶからって。ホローバスティオン再建委員会特別会員。あいしょだ、かっこいいね。ありがとうレオン。うん、まずい、城壁広場へ行かなくちゃ。あれを見てくれ。うわ、俺たちはこのホローバスティオンを元通りに、いや、それ以上の世界にするつもりだ。いくつかの問題を抱えているが、それはおそらく俺たちで解決できる。でもあれとあいつらは、任せて。心強い限りだ。ところでソラ、一体何が起こっているんだ。ピートってやつがハートレスを使って何か企んでるみたいなんだ。でもなんだか間の抜けたやつでさ、こいつはなんとかなるとして、問題はノーバディを率いる十三機関がね、お呼びかな。元気そうだな。誰だ。まずは再会を祝して。キーブレード、全く素晴らしい。問題はその使い手だな。姿を見せろ。倒してやる。倒すか、すっかり悪者扱いだな。待て、待って、音。危ない、危ない。邪魔だ。そんな言い方ないよな。俺を全員否定か。ごちゃごちゃ言ってないでどけ。そんな言葉で状況を変えられると思っているのかって話だ。近づくぞ、どいてもらう。そう、それが正解。普通の奴らが相手ならな。しかし俺は十三機関の一員、普通の奴らではない。ふん、ノーバディに戦わせて自分たちは見てるだけのくせに。あっと、そういう認識はいけないと思うぞ。だったらどうする。お前たちの相手がどれほど手強いか思い出させてやろうじゃないかって話。思い出す。そうそう、あいつもそんな顔で俺を見ていたっけ。適当なこと言って俺を混乱させようとしてるんだな。さあ、どうだろう。
いい子にしてろよ。待って、まさに言われてた。何だったんだあいつって。誰のことだ。惑わせようとしているだけじゃないかな。うん、そうだな。俺は俺。ホローバスティオン再建委員会特別会員。あ、うわ、何事だ。これはもしかして。そうか、これなんだ。イエンシッド様が言ってたゲートが開いたんだ。やった。レオン、ごめん。世界が俺たちを呼んでる。13機関、強敵のようだな。気をつけろよ。また来るよ。光の勇者が聞いて呆れる。あんな小僧がキーブレードを操るなど10年早いわ。いいじゃないか、素直にまっすぐ進んでくれそうだぜ。それこそ光みたいにな。そうでなければ何の価値もない。できれば彼にも楽しんでもらいたいものだ。カードを配ってやるとしよう。こっちに都合のいいカードをね。しばらくやりたいようにやらせて、締めるとこだけ締めるってこと。やけに自信たっぷりじゃないか。何かあったらお前がねじ伏せてくれるんだな。え、俺手洗い仕事はちょっと向いてないって。予算か。心乱れたふりなど我らが何を感じるというのだ。お堅いことだ。せっかくの楽しみが消えてしまう。真の目的を見失う者は全て身を滅ぼす。諸君、キーブレードの勇者は再び歩き始めた。その行く手に種を。